いわ。はい、どうも、シンガーソングライター兼 VTuber、ものすみよしなおです。はい。ちょっと、今日、角度があれですかね。声もちょっと大きくしたと思うんですけど。大きくしたし、EQ でハイを上げてます。4キロぐらいを広めの Q でついていたりするんですけど。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?3 デビーほど。ついております。今日は映画の感想です。冒頭の曲は、青い珊瑚礁かな合ってるかな珊瑚礁が出てきたからね。グレートバリアリーフが、今日の映画は驚き海の生き物超伝説劇場版ダーウィンが来た。ネタバレクエスチョン感想、ネタバレも何もあるのかって話なんですけど、まずね CM ですね。ポイントはCM は、Uber Eats の CM がやってて、で、そのユナイテッドシネマかな、の、ポップコーンに対応するらしいんですよ。ポップコーンを、こう、Uber Eats で頼めると。まあ、コロナウイルスとかでさ、あれですよ、きっと。外に人を、外にじゃない、ポップコーンの売り上げも悪くって、なんとか売り上げを上げたい。よし、ウーバーイーツだみたいなことなんですかね。もうなんかすごかったですよ、CM。映画館の味をご自宅で的な映画館の味ってみたいなこと思いながら、愛してみました。まあ実際見てみたんですけど、ウーバーのサイトを。そうしたら映画館のポップコーン1200円って書いてあって、ふわーって思いました。いや、もちろんテイクアウトっていうか、運んでもらうんだからさ、出前だから。まあ、それだけ人件費もかかるしさ、仕方ないんだけど、映画館のポップコーンに1200円かけるんですかっていうのは、ちょっと気になりますね。ね。それはどうでもいい話なんですけど。ダーウィンが来たについてはですね、NHK のテレビ番組で2006年からやってます。ただまあ、動物番組、系番組ってもう昔からやってるんですよ。うん。その昔からやってる動物番組が、まあリニューアルで、今ダーウィンが来たっていうシリーズになってるみたいなこと。ただもう2006年からですからね、15年ぐらいやってるってわけで、なかなか続いている長寿番組なわけだ。うん、で、それを、その動物番組をさ、あろうことか映画化ですよ。大丈夫かみたいな。まあでも、第2作なんですよね、これね、確か。多分そうだよね。違うかな。もっと作ってるかもしれないけど。今回は海の動物編っていうことで。感じです。配給はですね、まあ、ユナイテッドシネマですよ、もう。安定の安定なのなのでユナイテッドシネマ系列じゃないと見れないんじゃないかな、違うかな、分かんないです。まあユナイテッドシネマ系列だったら見れるみたいな感じなのかな。絵が綺麗ですねまあ冒頭海のね絵から始まるんですけど、まあ動物じゃなくて海から始まるんですよ。今回は海だぞみたいな感じ。まあ、もっと冒頭言えば、さかなクンとか出てくるんですけど。まあ、それは置いといて、うん。絵が綺麗で、で、まあ、撮影もね、最初だけかな。かなりの数のシーンで、高速度撮影をしてます。高速度撮影っていうのは、いわゆるスローモーションですね。スローなのに高速とはいかにって思うでしょそれは、だから FPS だと思えば FPS? フレームパーセカンドだよね。例えばさ、1秒間にテレビだったらさ、まあ、約30枚、1秒間に30枚絵が出るんだけど、それを、
高速度撮影でさ、例えば1秒間に120枚撮影するって高速で撮影してるじゃないですか。それを1秒間に30枚ずつの普通のレートで再生してあげると、ゆっくりになるでしょ。だから撮影は早い、再生は遅いっていうのが高速度撮影。うん。なのでスローになるっていうことですね。まあまあこれがね綺麗だったりとかで、芸が細かいなっていうのは、例えばさ、海にポチャンと海から飛び出してボシャーンって落ちるじゃないですか。あれを高速度撮影するときに海にバチャーンっていう音は普通の音で出すっていう、タイミングを合わせて普通の速度の音にして出すみたいな感じ。あの辺の演出はさすが経験が豊富だなっていうかっこいい演出だなと思って、まあこの元住吉七尾がなんか参考にすることはないと思いますけど、まあ気になりましたね。いいなって思いました。音楽はまあテレビシリーズと一緒だよね。ミーシャの曲、まあテレビシリーズを見てないんでわかんないんですけど、まあ前作の映画もこの元住吉菜々を見てないです。まあなんでこの映画見てるかっていうと、アンケートでトップを取ったからっていう理由で、なんかさ、今後の映画のスケジュールとかも見てみたんですけど、ダーウィンが見たじゃない、来たを見てる場合じゃなかったんですよ。正直見てる場合じゃなかったんですけど、もう見たい映画がねすごい詰まってる、どうしようって思ってる。もう毎日見に行った方がいいんじゃないかぐらいのことは思ってます。まあでもちょっとしばらく週2ペースで見ようかな、見ないきゃいけないなって思ってますね。まあいいや、それは置いといて、音楽の話に行くと、まあ、ミーシャの曲がエンディングでかかるのはいいんですけど、で、ミーシャの曲かかりながらさ、エンディングで、画面の方では、なんか字幕付きで、溢れた画像みたいな、溢れた映像みたいなので、この動物はこう、みたいな、鉄砲魚は、水を吹き出して昆虫取るんだよ、みたいな映像がさ、ちょこちょこ出るみたいな感じの、エンディングだったんですよね。はい。で、本編中のね、BGM に関してはね、すごい雑多な印象でしたね。なんか統一感とかは全然なくって。うん。まあ、そのシーンで何を表現したいかっていうか、どんな雰囲気にしたいかっていうことで、まあ、なんとなく選んでる。まあなんとなくで選んでるし、まあそんなに合ってると思うそんなに合ってるとも思わなかったんですけど、まあ別に不快ではないかなまあまあそんな感じでした。で、一曲だけわかる曲がありましたよ。ヘンデルの空バンドちゃんちゃんちゃちゃんちゃんってやつ知ってる？Dマイナーだっけ、パパ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 みたいなやつだ。譜面がどっかにあるよ。その辺に譜面がある気がする。ヘンデルのサラバンドがありましたね。まあヘンデルの曲の中で一番好きかも一番好きかもしれないインスト曲の一つですね。まあインスト曲で言うと一番好きかもしれないな、わかんないけどまあでもテーマのとこが好きっていう感じ。バリエーションになってから別に、いやその話はどうでもいいやまあそんな感じの音楽でした。で、次水瀬いのりちゃんがナレーションでした水瀬いのりちゃんがナレーションで、なんか寸劇みたいなのをやったりするんですよ。カニがメスを
子の巣に誘うみたいな、僕と結婚してくださいよみたいなことを水瀬いのりちゃんがショタボーってショタボーを出しながらノリノリでやってましたね。でまあナレーションメインが水瀬さんで、あとたまにさかなクンっていう感じ、さかなクンプラスヒゲジーみたいな感じででしたね。はい、あ。まあなんか、まあそこで、ナレーションをこう交代制にしてる理由もよくわからないですけど、まあそこで飽きさせないみたいなことなんだろうな。うん。まあ確かに、飽きさせない的な、声を変えていくことによって飽きさせない的な感じで、なんだろう、パート分けがこう、そんなに明確ではないので、ね、ここからこのコーナーですみたいな感じでも、あんまりない、まあ、多少あるんですよ。多少は、ここまでは、食事に関するシーンとか、シーンを集めましたみたいな。ここからは、なんだろう、生殖に関するシーンで、こっからは子育てに関するシーンを集めてますみたいな。でもそれぞれがね、やっぱ断片的で、この動物のこのシーン、この動物の食事シーン、この動物の食事シーンみたいな、分かれているね。まあまあまあ、やっぱり作品とか、まあ映像作品として見た時に、すごいオムニバスっていうか、まあ動物番組だから当たり前なんですけど。でもさ、普段のダーウィンが見たじゃないや、ダーウィンが来たって、一つの動物にフォーカスを当てて、1話作ってるっていう感じだと思うんで、まあそうからすると、なんかいろんな動物をこうごちゃっとして総集編みたいにしてるのは微妙なのかもしれない。テレビシリーズの方がいいのかもしれないよ。わかんないけど。まとまりはいいのかもしれない。映画はなんか全部こう長尺でいろいろザザザっと見れて、百科事典的な面白さみたいなとこに行ってるっていう感じなのかな。まあそんな感じです。だね、さかなクンが出なくてはならない理由があんまりなかったですよ。さかなクン、せっかくさかなクン出てるんで、しかも声だけなんですよね。まあでも仕方ないよね。ここでさかなクンが実写で、まあ最初実写で出てくるんですけど、実写で出張ってきて、なんか、ギョギョギョーとか言いながら、この魚はなんとかちゃんはみたいななってたらなんかあれかもしれないですけどね。しかも多分ね、台本読んでる感じだと思うんで、そんなにさかなクンの理由がなかったかなっていう気はします。むしろさかなクン使うんだったら、さかなクンのさ、魚知識をこうなんかアドリブでぶっ込んでくれる方がいいよねって思うし、いやむしろこれブルーレイとか DVD とかでさ発売して、それのオーディオコメンタリーにさかなクンが副音声でやるとかっていうんだったら、もう最高のキャスティングだと思うんですよね。そういうのがいいな。そういうのがいい。まあ、最近さ、スマホでさ、映画館でもスマホを使って副音声聞けるみたいなやつがあったりするのね。そういうのでやってほしい。そういうのでさかなクンを起用してほしい。と思います。じゃあ、対ショック、対ネタバレ防御してください。特に、しなくてもいいです。しなくてもいいです。これはもういい。マナーですか。戻す三好奈々の映画レビューのマナーとして、退職、退ネタバレ防御するように、総員退職、退ネタバレ防御、です。ダーウィン来ません。
ダーウィンは来たって書いてあるんですけど、ダーウィン来なかったですね。いや、ダーウィンそもそも進化論でしょ。進化論のさ、進化がこう自然淘汰とかさ、ミューテーションとか、自然淘汰、ミューテーション、ミューテーションは突然変異、とかってさ、どのくらいなんだろう、起こってるんだろうね。こうダーウィンが進化論出してからさ、もう結構な時間が経ってるじゃないですか。そうしたらなんかそういうなんか進化がの実例が起こってもおかしくないかなって思うんですけど、そうでもないってあんまり見たことないんですよね。まあ新種稲とかさ、そういうのの新種は出たりしてますけどね。うん、まあでもあれも交配とかで作ってるような気がするんで、まあ、なんか進化とどうなんだろうな、進化っちゃ進化なのかな。まあ交配で作ってもその中で優勢っていうのは変な、あの生存戦略的に優秀なものが、残るわけじゃないですか。うん、まあミューテーションは起こってるけど、まあそういう分かりやすい自然淘汰みたいなものっていうのは、まあ絶滅とかはよく見ますけどね。どうなんだろうな、ちょっとなんかよく分かんないです。まあともかく、劇中ダーウィンは来ない、これがもう最大のネタバレですね。食物連鎖食物連鎖はね、シャチがもう海のギャング、シャチ海のギャング、シャチがもうトップで、その次がオタリアっていうなんかね、あのオットセイみたいなやつがいるんですけど、これがね結構フィーチャーされてて、冒頭でもうオタリアの子供が海で泳ぎの練習をしてるのか遊んでるのかしてるところを、なんか背びれがやってきたみたいな感じでシャチがバック行くシーンから始まるんですけどバックって言って、しかもシャチ結構な数来るんですよ。4匹ぐらい来た、4匹っていうのかな、4匹か、魚だから、魚じゃないのか、哺乳類か、シャチは。いやまあでもシャチすごいですね、かっこいいですよねでそのオタリアがね、シャチにバック行かれてた、オタリアがですね、ジェンツーペンギンの子供をこうやっていくんですね、そのジェンツーペンギンの親は魚、名もなき魚を多分捕まえてきてて、それを子供にあげるっていう。で、子供にあげるときに、あげると見せかけて、うわーってダッシュして、で、子供がその後ろ、わーってついてって、こう、追っかけっこをすることによって、子供の足腰を鍛えているんだ、みたいな描写があって、ちょっと可愛かった。あとそんなトレーニングさせるみたいなことあんのかなっていうのも気になりますけどね。ね。なんか自然のさ、動物ってそんなわざわざトレーニングしない気もするんですけど、あれはな、なんか別の目的があるのかもしれない。わからない。でも、とりあえずトレーニングだってことに、人間の価値観からはトレーニングだってことになんかしてるんだろうな。遊んでるだけじゃないかなっていう気もするんですけどね。まあわかんないですけど。次。大集結トピック。まあ大きなトピックがいくつか分かれてるんですけど、まあ最初大集結トピックから来るんですよ。なんかここに魚が、なんかの魚が、ジンベエザメは普段は一匹狼のサメなのに狼なのなんだけど
年に一度かわからないけど、たまにこのメキシコ湾のここに集まるんですみたいな、何みたいなやつとかすっごいたくさんいるんですよ、ジンベエザメが。ねえ、ジンベエザメもいいですよね。サメ映画でしたよ、だからシャークネードとかと同類ですよ、はい、で、まああとはね、ものすごかったのはね、鳥がすごい集まるやつ鳥すげーみたいなやつあったし、あれは何、オキアってクジラもいっぱいいたりとかね、まあそういう大集結トピックがねありましたね。鳥やばかったですよこうなんか船でさ、船でこの撮影しながらこのなんかその集まってるポイントに行くんですけど、確実に多分鳥引いてると思うんですよね、あの船でそんぐらいものすごい数の鳥がいてね、うん、すごかった、怖かったですあとね、ジェンツーペンギンの子育てね、はい、ジェンツーペンギンの子育てはなんかすごいフォーカス当たってて、それで、ね、結構そのなんだろうな、序盤にも出てくるし終盤にも出てくるみたいな感じで、なんかそんな感じジェンツーペンギンの子育てが、まあだからその本編中にちょいちょい挟まってくるみたいな構造かな。うん、で、うん、まあでもなんか、うん、まあ微妙ですとはいえそこだけ特別にそこを追ってますみたいな感じにはなってないかな。はあ、まあジェンツーペンギンに銀ね、フォークランド諸島、フォークランド諸島にいると思うんですけどフォークランド諸島がね出てくると、やっぱりこの元住吉七尾はですね、あのアルゼンチンとイギリスのあのフォークランド紛争を思い出すわけですよ思い出すのかな、アルゼンチン軍のねシュペールエタンダールがあの発射したエクソ戦ミサイルですね、イギリスの駆逐艦が沈められるというね、あのことでおなじみのフォークランド紛争、いいですねまあ全然関係ないですけど、シュペールエタンダールっていう名前がもう最高に、この言いたくなる名前、声に出して声に出して言いたい、ね、戦闘機、戦闘機攻撃機の名前シュペールエタンダール、シュペールはね、あのフランス語でスーパーですね、エタンダールはわからないですスーパーエタンダールですね。はい、次、ウミガメってエラ呼吸できるの？エラって読みます、魚が思うと書いてエラと読むんですけどこれがねちょっと気になったんですよ。あの子ガメが、子ガメっていうかもう生まれたばっかりのカメがね、もう海を目指すんですよ、海を目指すんですけど、海を目指してる間にこう上からは鳥に狙われ、途中ではカニにさらわれ、もう大変、もう大変みたいな感じで、それでようやく海にこう行ったら、まあそれでもこう海面近くを行ってると上から鳥にこう食べられちゃうから、こう潜るみたいな、潜って流木とかの下にこう隠れるみたいなことやるんですけどそれって呼吸できないんじゃないのって思ったんですけど、どうもねウミガメなんか1時間ぐらい潜ってられるらしいですよ。はあ、なんか酸素の一回吸った空気を人間とは比べ物にならないぐらいの効率で使うことができるらしいです。で、あと、
寝てしまえばもう3時間ぐらい水の中で寝てられるらしいです。すごいですね。これはダーウィンが来た知識ではなく、ウィキペディアで調べた知識です。ウィキペディアかな、なんかウミガメ呼吸で調べた。そういう知識ですね。産卵場所の砂を円形劇場みたいにする魚が出てくるんですよ。なんか魚がこう枝で、枝かな、尾びれとかで砂をさっささっさやって、それで、ね、なんかすごい劇場みたいなのを作るんですよ。ローマのローマとかのさ、円形劇場あるじゃないですか。あの感じにするんですよね。で、これで、それ何人にやってるかっていうと、そこ、オスがそれ作ったら、メスがその場にやってきて、産卵していくっていう感じなんですけど、なんでそんなことをするんだろうって思って。まあ、なんだろう。そのオスの能力みたいなものを、それで、アピールしてるっていうことなんですかねっていう感じ。空間認識能力が高いぞとか、こう、あれ5日かけるらしいんですよ。5日かける粘り強さ、根気があるぞみたいなのと、あるいは5日間生き残れるぞってことなのかもしれないけど、そののアピールなんでしょうか。まあちょっとわからないですけど。まあなんかそういうね、謎な習性の生き物がね、結構いるんですけど、まあでもそういう子たちが生きてる、生き残ってるってことは、種がね、生き残ってるってことは、まあなんか意味があるんだろうなって思ってます。次。最後は地球温暖化の話で締めました。地球温暖化で、北極の氷が溶けて年々小さくなって、北極グマの縄張り争いが激化しているんだっつって、ね、北極グマ同士がもうすごい殴り合いの喧嘩をして、片方流血してるみたいな、片方流血して片方がちょっと引いてるみたいな、あ、怪我させちゃったごめんみたいな感じのシーンとか、あとサンゴ礁が死んでますみたいな温度が上がってサンゴ礁が死んでますみたいなねー、あー私の恋は南の風に乗って走るわ、のサンゴ礁でございますけども、まあそんなですよ。そんなまあまあ、でも生き物なんていうものはですね、自然淘汰とか、まあなんか環境圧とかいろんなものでですね、環境の変化に応じていろいろ変化してい、ってるものですから、まあまあ、ホッキョクグマが絶滅するとしたら、まあそれはそれっていう気もしないでもないです。その人間が引き起こすことについてどうなのかみたいな話ではあると思うんですけど、まあちょっと先行のハサウェイとか逆襲のシャアともつながってくる話ではありますけどね。まあ地球の長い長い歴史から言えば、まあ、大した話ではないのではないかなっていうのは、戻す名詞ならばなんかは、そう思っちゃいますけど、まあでも、人間がね、快適に過ごせるようにすること、するっていうところで言うと、夏が暑すぎるのはちょっと嫌だなっていう気はしますね。まあそんな感じで、まあこれ映画と呼んでいいのかどうかわかんないんですけど、まあそんな感じでした。いやー、映画って本当にいいものですね。それではさよなら。
さよなら。さよなら。